誰？入学希望。経営学部1年、尾崎真子です。暇なのに勉強？はい、だって時間がもったいないじゃないですか。ゲームやんない？やるとしてもちょっとしたスマホゲームくらいです。その程度で何ですか？この人とは、こいつとは気が合わないな。後輩ってこいつ。すいませんね、私で。この後ゲーム行くんだけど一緒に行こう。こいつそんなにゲーム好きじゃないって。いや、好きじゃないっていうか、結局やらないってことだろ。お前あいつのこと好きなの？え、脅迫ですか？それで提案なんだけど、俺ならお前のこと助けてあげられるかもよ。どうする？エータ先輩がなんで私を助けるんですか？その代わり、お前が見たあの件は誰にも言わない約束なんです。私は誰かに話したりするつもりはないです。でも好きなものに素直になれないなんてもったいないです。私が先輩の秘密を守ることを条件に助けてもらうのは違うと思います。あの方はユーマ先輩とはどういう関係ですか？ユーマの先輩、同じ学校だからすごく仲いいぞ。簡単に住む方法があるのになんでわざわざ苦労するのを選ぶの？どちらかが間違ってるわけじゃないですし、私はユーマ先輩が大切にしているサークルで役に立ちたいのです。まあしょうがない。ゲームの勉強はどうやるもんじゃない。お前頑張ってるって本。よかった。好きな人といい感じに進んでるってどういうことですか？こうやってお互いに詰め合って相手が自分を見て笑ってくれると自然と自分も笑ってしまう。それがいい感じに進んでる。いつかキャパオーバーで倒れるぞ。大丈夫です。エータ先輩に心配してもらうようなことじゃないですから。心配なんだ。これからは融通が利かない性格をちょっと変えてみようかな。なんで変えるんだよ。お前は成績もいい、真面目なところが評価されてる。こういう余裕から来る喜びもあるけど、計画立ててやり遂げる喜びだってあるから、なんでわざわざ自分変えようとするの？こういう私にイライラしません？前に誰かが俺にこう言ったんだ。他人と違うからって間違ってるんじゃないんだって。